母さんだってまだ海にいるんだよ。お父さんは何とも思わない。埋葬許可書、それって必要なんですか？包丁を振り回した若い男が6人殺した事件覚えてません？津波で多くの人が飲み込まれたこの海に人殺しの骨を撒くつもりですか？周りのこと考えるでしょ。特にさ、骨とか風評とか。めちゃくちゃ自分勝手なのよ。行こうと思ったらそこしか見ないみたいな。あの上で働いてるのが松山みたいです。ちょっと待てって。死んだら終わりなのによ。ただの骨だ。お父さんはそういう気持ちで散骨してきたの？ゴミを捨てるみたいな。しげえ。私はお母さんの骨が欲しい。ほんのひとかけらだけでも。